でフレスネーダ取った時のライバルというか出されるのが富安になるのかどうかですよね。ティアニーが出されると思うんですよ。ティアニー自体も出番なすぎて苦しいだろうから。ってなると、左サイドバックをジンチェンコ富康って考えて、まあもしかしたらフレスネーダはそっちかもしれない。で、右をホワイトフレスネーダで、で、あとはセンターバックも富康やらせたりとかで、こェンがいつまで残るんだろうね。 富安はね、富安がいてくれてよかったっていうのが多いし、万全だったらレギュラーにもなる選手だから、フレスネダが来るからって富安が出される感じは全然ないんだよね。ないというか、監督だったら出したくないんですよ。で、富安のいいところってまず給料安いでしょ給料安くてあのクオリティってないじゃん。ホールディングあと1年あ、でも1年半だとまた夏に売りそうっすよね。それしかないんだったら。オファーがあるんだったらさ。あ、キビオールいるか。 でもキビオル行ったとしても左がマガリアイス、キビオル、で右がサリバ、トミヤス、ホワイトで、でサイドバックでもあるでしょトミヤス、ホワイトは。でフレスネード入ってきてもね、ちゃんとセドリックとかサバレスとか売れたら枠あるっていうか、そうで、誰が怪我するかわかんないし、ね、2シーズン目ガクッと落ちる選手もいるからね。あとはマガリアイスがずっと当たり前みたいに出てるけど、マガリアイスが出られない時にキビオルだと戦力下がりすぎるでしょでそこに置けるトミヤスでかいと思うんですよ。 マガレアインスがすげえ頑張ってくれてるから今んところ大丈夫だけど。こう言っといてキビオールがめっちゃいい選手だったらね。僕はもうあのセリアの頃のプレイ集見ただけなんで。な、若いとかなんかこう、ざっくりなんかこうゲーム的なあれされるけど、やっぱりね、給料安くて、控えでも腐らずに、チームメイトともめちゃくちゃ仲良くて、試合に出たら活躍するってこんないい選手いないよ。ってなると、あのー、怪我なんとか気をつけながらとかそこをケアしながら、やってきたはずなんだよね。だから僕はトミヤすの遺跡は、 あ、だから、どっちかっていうと、あの、ユベントスが富安にどんぐらい本気かですよね。あとは、富安がユベントスにどのぐらい魅力感じるかで、なんか昔言ったけど、富安がユベントスにめっちゃ行きたかったみたいな話が結構、確かな筋から聞いてて、国内の遺跡だったらユベントスみたいな。で、その気持ちが、ボローニャからのユベントスだったから、これがアーセナルになったらまた話し違うじゃん。で、ユベントスの場合さ、この間も勝ち点 12? だっけ15だっけなんかハグダスあったとか、なんかカルチオスキャンダルで1回セリエビー落ちたりとか、なんか結構黒いとこあったりとか、だからどういう代理人がついてどういうアドバイスされるかとか、冨安自体があとあんまりさ、スパーズ行くと思ってましたみたいな感じで、そんなにチームにこだわりなかったりすんじゃん。今、アーセナルへの愛が、前インタビューで言ったみたいに、ここでね、アーセナル元いた場所を戻すっていうのが、まあ本当に言ったことであることを祈りたいけどね。 そうだと思ってるけど、だから、それでアーセナルプレミア優勝します、来キから CL だってなってる時に、それで優ベ行きますってなるかなっていうね。でなんと僕は、ね、やっぱり、ユベントスがいくら本気だったとしても、アーセナルでアルテタが監督な以上、しっかりスタメン争いっていうか、いいパフォーマンスしたら使われるっていうのは今まで証明してるしね。だから僕はアーセナルのまんまなんじゃないかなと思ってますけどね。優ベサポートしてはめちゃくちゃ欲しいですね、でもユベントスに関しては本当、補強一番必要な監督ですよね、正直。 アレグリとかチャビーとかね、この監督だっていくら補強しても金ばっかかかるよっていう、監督変える方が安く済むよっていうね。でもその監督変えて良くなるかどうかっていうしっかりした評価基準を監督の上の人が持ってるパターンって少ないからね。でもあれは見守るしかないですよ。見守るというか見過ごすというかね。サポーターの人にとってはね、苦しい問題ですけど、それを僕がわーわー言い過ぎんでもね、このぐらいのバランスでしか言えないからね。 えー、最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろなサッカー界の話を中心に喋りましょう。はい、ではソフトボーでした。バイバイ。<music>